ストリームは、ホンダ技研工業が生産、発売していたミニバンに分類される小型乗用車で、ある。全幅が1.7メートル未満の5ナンバーサイズの3列シート7人乗りの、ロールーフミドルサイズミニバンとして2000年10月に登場した。2006年7月に2代目に引き継がれ、その後2010年9月には5人乗り仕様が追加された。 初代は2000年から2001年の日本カーオブザイヤーを受賞し、2代目でも2006年から2007年の日本カーオブザイヤーのベストバリュー賞を受賞。さらに、洗練されたシルエットと軽快でさっそうとしたスポーティな走行性能によって人気を獲得。2代目も圧倒的なスポーティさで、セダンライクな走りを好むユーザーからには好評だったが、大胆な低化などによって、 ミニバンの主流とはなり得なかった。クリエイティブ、ムーバーとして登場したオデッセイの最大の弱点は都市部や路地で取り回しに苦労する幅広ボディであると言われており、かねてより後ナンバーワークに収まるミニバンの登場が噂されていたところ、2000年10月26日に公式発表され、翌27日より販売を開始した。エンジンは 新開発の計20アンペア型自家 4DOHCI ビテック2.0リットルとシビックに搭載されている D17A 型自家4サイチェービテック1.7リットルを搭載した。トランスミッションは2.0リットル 2WD 車がエスマチック付きの5速 AT1.7 リットル車と2.0リットル 4WD 車が4速 AT で 横置き時期用エンジンと5速 AT の組み合わせは世界初であった。プラットフォームはグローバル、コンパクトプラットフォームが使用され、インテグラタイプ R やシビックタイプ R などと共用化された。発売から10ヶ月で累計販売台数は10万台を超え、ホンダの登録者としてはスティップアゴンを抜く最短記録を達成する。 2001年10月19日に一部改良が行われた。オプション設定や内装色、ボディカラーの追加が行われたほか、電波式キーレスエントリーシステムにキーレスアンサーバック機能が追加され、G を除く全グレードにおいては外気温表示機能、助手席、コンビニフック、2列目グラブレールフック、コインホルダーなどを追加した。2002年5月9日、L、E ールをベースに、 専用フロントグリル、専用色マルチリフレクターヘッドライト、専用色ホイールキャップ、ディスチャージヘッドライト、ホワイト3眼メーターなどを装備し、オーディオレス仕様とした特別使用車、スタイル S が発売された。2002年9月11日に一部改良が行われた。電波式キーレスエントリーシステムのリモコンを2個に増やし、パワーウィンドウスイッチ照明が新たに追加され、 助手席シートバックポケットにはファスナー式インナーポケットを追加した。外内装の質感向上も行われた。2003年1月9日に L、E ールをベースにした特別使用車スタイル A、スタイル N、スタイル SII が発売された。スタイル SII は2002年5月に発売された特別使用車スタイル S のバージョンアップ仕様で新たに 本使用者専用ボディカラーとして、シグネットシルバーメタリックを追加した。スタイル A は、スタイル SII にプレミアムサウンドシステムを、スタイル N は、スタイル SII にリアカメラ付けホンダ DVD、ナビゲーションシステムをそれぞれ追加した仕様である。2003年2月20日、L、イールをベースに、本革巻きステアリングホイール、センターテーブル、インパネトレーマット、バニティミラー照明付きサンバイザー。 イグニションキー照明を装備した特別使用車、コンフォートセレクションを発売した。2003年5月8日に特別使用車、エアロステージが発売された。L、イスをベースに、スポーティーフロントグリル、パンチングメタル調、ホンガーコンビネーションステアリングホイール、パンチングメタル調パネル、センターテーブル、インパネトレーマット、バニティミラー照明付けサンバイザー、イグニションキー照明を装備。 さらに、L には、アンダースポイラー、ディスチャージヘッドライト、フォグライト、ホワイト3眼ンンメーターなどを、椅子には16インチアルミホイールもそれぞれ装備した。2003年9月24日にマイナーチェンジが行われた。コンセプトやボディサイズを完全コピーして人気を奪ったトヨタウィッシュに、ポリシーはあるかという CM コピーで対抗した。ヘッドライトが、 優しい目から鋭い目に変更され、スポーツモデルのアブソルートが追加された。なお、既存グレードは G と S、SS パッケージに再編された。S と SS パッケージ及びアブソルートに三眼磁発光式メーターを採用。足踏み式のパーキングブレーキも前期型のハンドリリース式からフットリリース式に変更されている。 同年12月4日には、アブソルートに2.0リットル車を追加。ホンダ初採用のガソリン直噴エンジンである、K20 バイト型ジカ 4DOHCI ビテック、I とマニュアルシフトモードのついた CVT を搭載した。外観の衣装変更は大規模で、4灯式ヘッドライトなどを採用したが、好き嫌いの分かれやすい、フロントマスクが、あだとなり人気は回復しなかった。 アブソルートは最初にオデッセイに設定されたグレードでオデッセイの場合標準仕様より車高が低いエンジン出力が異なるなどカタログスペックに現れる明確な差分があったがストリームにおいては2.0リットル仕様でエンジンやトランスミッションなどが専用であったが1.7リットル仕様では明確な差は少ないさらに 重量は標準仕様に比べて2.0リットル仕様で40キログラム、1.7リットル仕様で20キログラム、重くなる。2004年10月21日に一部改良を行った。メーカーオプションとして設定されていた U パッケージの装備品がすべて標準装備され、S にはディスチャージヘッドライトと15インチアルミホイールを G を除く1.7リットル車にはイモビライザーを それぞれ装備。また、オーディオレス仕様を、アブソルートに加え、S にも拡大適用した。ボディカラーには、ミスティパープルパールとエターナルブルーパールを追加した。2005年3月3日、S、SS パッケージ、アブソルートをベースに、リアカメラ付き音声認識、ホンダ HDD、ナビゲーションシステムを装備した特別使用車 HDD ナビエディションを発売した。 2006年1月19日に一部改良を行った SS パッケージとアブソルートを13万円値下げしディスチャージヘッドライトにオートレベリング機構を追加グレード体系も見直されサイレングレードの G を廃止した合わせて SO ベースにダークトーンの外内装を採用しつつベースグレードよりも10万円安く設定した特別使用車、スタイルセレクトも発売された エムテックは2000年の東京オートサロンへ、コンセプトモデル M6 レーシングを出展し東京カスタムカーコンテストコンプリートカー部門で優秀賞を受賞したバケットシート6脚を装備しレースカーをイメージした車に仕立て上げている市販向けには M7 スポーツを提案しエアロパーツなどをリリースしている2006年6月に生産終了 在庫対応分のみの販売となる。2006年7月に2台目と入れ替わる形で販売終了。2006年7月13日にフルモデルチェンジが行われた。ロゴがストリームからすべて大文字のストリームに変更された。5ナンバー枠いっぱいに収め、車高を低照低重心設計にし、機械式駐車場に入れるよう低くなり、スタイリッシュなデザインになった。 また、低重心効果により、走行性能が向上している。本体価格は204万6千円から販売されている。エンジンは、r 2 0ア型と R18A 型の2 0リットル1 8リットル自家、4サイチェシー IV テックが用意され、それぞれ 150PS と 140PS の出力を発生する。これらのエンジンは、従来のものより、 ロングストローク化され、可変吸気量制御アイビテックにより部分不可時に2個の、うち1個の吸気バルブをお外閉じするミラーサイクルを採用し、低回転域のトルクの向上と低燃費を実現している。トランスミッションには1.8リットルおよび2.0リットル、4WD には5速 AT が、2.0リットル FF にはトルクコンバータ付け CVT が採用されている。さらに、 RSZ はステアリングにパドルシフトを備えており、マニュアル感覚の操作を行うことができる。シフトレバーが D ポジションにある場合では、パドルを操作すると自動的にマニュアルモードに切り替わり、その後走行状況等により、自動的に自動変速モードに復帰する。S ポジションは自動変速モードに復帰しないマニュアル変速モードであり、初代は レブリミットまで回すことができたが、二台目では、レッドゾーンに達すると、自動的にシフトアップする。ダウンシフトブリッピングコントロールも装備されない。パドルは、ステアリングと連動して回転する。初代の、アブソルートに代わり設定された、スポーツグレードの RSZ は、通常グレードと比較して、カタログ上の動力性能、車体寸法の差はなく、サスペンションのセッティングや、 タイヤサイズ、パドルシフトの有無等が異なるのみである。また、標準仕様と比べ、RSZ の車両重量は 20kg 重い。販売上でも RSZ はスポーティな装備が充実しているにもかかわらず200万円前後からの割安な価格が受け入れられ、前期型の販売の中心となる。新車乗用車販売台数は2007年1月から12月の 販売台数は57,351台。対前年比では139.4%であった。なお、目標月間販売台数は5,000台と発表されている。フルモデルチェンジにより、基本性能が大幅に進化した2代目ストリームは、ウィッシュから人気を取り戻した。2007年8月30日、新タイプ、スタイリッシュパッケージを追加し、 同時に販売比率の低いボディカラーを廃止した。2007年12月20日、特別使用車、HDD ナビエディションを発売した。HDD インターナビシステムやディスチャージヘッドライトなどを装備している。2009年6月18日、マイナーチェンジを実施した。新たに優れた加速性能とスポーティなエクステリアを採用した2列シート仕様の RST を追加し、 2.0リットルの G を追突軽減ブレーキ、アダプティブクルーズコントロール、車両挙動安定化制御システムやサイドカーテンやバックなど安全重視装備を追加した機に変更した。2列シート仕様は近年日本市場で少なくなった5ナンバーサイズの手頃なワゴンを望む層の需要に対応する意味合いもある。また既存の X、 RSZ も前後サスペンションの熟成による乗り心地、応答性、安定性の向上やフロント周りやシート表皮の変更、カップホルダー付け大型コンソールボックスの追加など内外装の質感を向上。また、メーカーオプションで人気の高いホンダ HDD インターナビシステム等を追加した HDD ナビパッケージを新たに設定した。なお、X と G は、 平成22年度燃費基準プラス15%を達成した。2009年9月3日、一部改良を実施し、既存の X スタイリッシュパッケージをベースに、RSZ のエアロパーツブラック内装並びに15インチアルミホイールを装備した ZS を追加し、当時のエコカー減税の適合対象外であった RSZ に代わり、販売の中心グレードになっていく。 ZS は通常使用の他に2列シート使用者 RST に採用のフロントグリルと大型テールゲートスポイラーなどを装備した S パッケージホンダ HDD インターナビシステムとキーレスエントリーを追加した HDD ナビパッケージの3種類が設定された2010年4月5日既存の X をベースにメッシュタイプのフロントグリル大型テールゲートスポイラー 15インチアルミホイール、ディスチャージヘッドランプなどを装備した2列シート仕様のシングレード TS を追加した。2010年9月にエアウェーブが生産を終了し、2011年6月にフィットシャトルが発売するまでの間、当社種の RST と TS がホンダでは唯一の5ナンバーステーションワゴンであった。2011年8月22日、ZSO ベースに メッシュタイプのフロントグリル、LED ハイマウントストップランプを内蔵した、大型テールゲートスポイラー、エアロリアバンパーアンダーカバー、レッドステッチ付けのホンガー巻き3本、スポークステアリングホイール、応急パンク修理キットを装備した特別使用者、スポーティエディションを発売した。2012年4月5日2度目のマイナーチェンジを実施し、グレードを RSZ と、 RSZS パッケージの2タイプに整理した。乗車定員を6人に変更するにあたり、乗員を2名に減らした2列目シートには、センタートレイを追加した。ベッサも、全グレードに、標準装備した。さらに、メーカーオプションとして、リンクアップフリー対応ホンダインターナビ、キーレスエントリー一体型キー、フルセグテレビチューナーをひとまとめにした、インターナビパッケージを設定した。 オデッセイが2013年11月のフルモデルチェンジによって車高の高いスライドドア付きモデルとなって以降はホンダが生産するミニバンとしては唯一車高の低いモデルであった2014年6月5日にホンダより同月中に生産終了することを明らかにし同年11月までに販売終了となったこれにより2015年2月に ジェイドが発売するまでの間、ホンダが生産するミニバンで重心の低い、ステーションワゴン風の車種が一時的に消滅した。初代、ホンダ D17A 型ホンダ K20A 型ホンダ K20 バイト型二代目ホンダ R18A 型、ホンダ R20A 型。ありがとうございます。